はい、こんにちは。純米酒専門屋田新宿三丁目店の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。はい、今日は、奈良県の春鹿、今西清兵衛商店さんですね、ご紹介したいと思いますけども、まあ、春鹿といえば超辛口ということで、まあ、普段とちょっと見慣れないラベルなんですけども、これはですね、今年の新酒ですね、新酒の第1号ということで書いてあります。ちょっと見えづらいかもしれませんけども、こちらですね、純米酒超辛口生原酒仕込み第1号ということでですね、まあ、今年の新酒第1号ということで、ご紹介させていただきたいと思います。で、まあ、こちらですね、生原酒ということで、まあ、度数は18度というね、結構こう高めの、ね、設定になってます。なので、まあ、ここに対してこう加水をして、まあ、火入れして加水して、ちょっと長熟してですね、まあ、そして定番の奈良の春鹿の超辛口の純米酒に変わっていくんですけども、まあ、そうなる前のですね、新酒の状態で、いただけるということで、まあ、今回はこちらをですね、テイスティングしたいと思います。はい、まあ、超辛口がね、非常にこう光って目立っておりますよ。いただきたいと思います。うん、まあ、香りはですね、まあ、新酒らしい香りですね。はい、まあ、ほんのりこう麹のよね、いや甘い香りもあります。うん、超辛口なんですけど、ちょっと甘みを感じる香りと、あと爽やかさ、ね、両方を感じられますね。うん、やはりこう口にね入った時のこうボリューム感ですね、まあ生原酒らしいこうグッとくる感じですね。でこう膨らむ、まあ、膨らむというかですね、まあ、超辛口なので、まあ、すっきりはしてるんですけども、その中にこうねアルコールからくるねボリューム感がねしっかりと感じられるお酒ですね。まあ、口当たりこうドライなんですけども、まあ、アルコール度数高いとですねちょっとこうとろみを感じたりするので、まあ、それがこうね甘みのような印象もね、持ちかけてきます。うん、まあ、非常にこう爽やかなね新酒らしい香りです。うん、これね、多分ね、缶でもね、まあ、結構美味しく飲めると思います。はい、まあ、少し厚めにつけてもね、まあ、いいんじゃないかと思いますけども、まあ、このままね、冷やして飲むもよし、新酒らしいですね、冷やして、まあ、冷酒、まあ、あるいはですね、まあ、ちょっと温めて、うまみを引き出すね、まあ、そういう飲み方もね、おすすめしたいと思います。はい、というわけで、まあ、本日はね、春鹿さん、奈良の超辛口の生原酒ということで、まあ、定番の、ね、超辛口になる前の状態ですね、絞りたてということで、まあ、この季節にしか出ない、ね、第1号のお酒ですので、ぜひ、まあ、この寒い冬にお楽しみいただければと思います。では本日もご視聴どうもありがとうございました。